もうその今月末にもう引っ越すことにしました。はいはいはい。なんでもう家は決めたんですか？家を探してたんです。今月もずっともう、でいろいろ行って、はいはいはい、でねこれもうほんまに東京だけなんかなみたいな。おお、東京だけなんかな。うん、何で大阪の時はなかったんですよそんなの。で なかった、うん、で部屋探しててね、なんか食器棚みたいなのがあったんですよ、うん、普通の食器棚、はい、普通の食器棚やなと思って、でこう上がこう開けるやつ、はいはいはい、で下見たらこの、うん、まあ、こういう引き出しね、端子みたいな引き出しがあって、はいはいはい、でその間に、うん、こう薄い板の、うん、薄い板があったんですよ、はいはいはい、で薄い板に取っ手がついてる、はあはあはあ、何かなと思って、はあはあ、引き出しにしちゃだってもう薄い、薄すぎると、はあ、何かなと思ってこれ引いたら、はあ、板なんですよそのまま、おお、はあ、何これと思って、はあ、まあええまあええわと思って、はあ、まあ、一応その物件もちょっとボロすぎるからすみませんっつって、はあ、で次に幡ヶ谷あたりにまた一軒あって、はい、ふっとまたキッチン見に行ったら、あら、また薄い板にあれ引き出しがついて、何なんだあれと思って、まさか、まさかまさかですよ。いやそんなはずはないと思って、また引っ張ったらまたこのぐらいの板がこのぐらいの長さで出ただけやったんです。そのままグッとやっても出えへんってこと？グッとやったら今度はそのままスポンって引き抜けてるけど、なんやろこれって。なんだろう、大阪で見たことないの、あれ。ああ俺もそれは知らないな。東京だけなんかな。いや俺の今の家もそれはないけどな。ない？まあ一軒家ならではなんかな、もしかして。一軒家ってならではなんかな。だからいろいろ考えて、うん、キッチンの近くにあるってこと でこのぐらいの幅、うん、で板が出てくると思ってるから、うん、俺はあこれ大根置くとかだと思って。大根置く専用の専用の棚いらんよ、そんなぐらいの